ヤマメン TV。 ヤマメンのつれづれなるままに意義あり。相談を受けるときって、うん、どれぐらいの時間相談を受けれるんですか？お忙しいじゃないですか、山口さん。いや、おかげさまで忙しいのは事実なんですけど、うん、でもやっぱり事実を把握するためにはまとまった時間は絶対にいるんで、特に離婚ですね。離婚がやっぱ一番時間がかかる。で、うちに来るお客さんは、離婚したいっていう今の話だけじゃなくて、だいたい新婚旅行から話始まるんですよね。だから例えばもう50ぐらいの人でね、来て、いやまず24であのハワイに行ったとか話始まるんですよ。その方々のストーリーを。そう、ストーリー、人生をね。だからもうそれをずっと聞くから、最初の相談はやっぱ3時間4時間かかりますね。そんなにかかる。え、もういいです、その昔の話はとか言わないんですか？そんなん言われへん。あのね、弁護士のところに来る人ってね、やっぱ人間不信になってる人すごい多いんですよ。だからね、信頼関係をまず構築するのが一番難しくて、だから来た時に今言うたみたいにね、例えばその、いや新婚旅行が、からって言われた時に、いやそれは関係ないからって言ったら、途端に信頼関係潰れて、もう多分、いやもう結構ですって帰らはると思います。あ、そこは黙って聞く、耐える時間というか。そうですね。いやでもね、僕は絶えずプラス思考なんでね、ごめんなさいね、楽しいと思って聞いてますけどね。そこの部分楽しい話ですね。でもまあ楽しい、内容はぐちゃぐちゃなんですけど、でもまあ新婚旅行でこんな悪いことあって、旦那がこんな悪いことしてとかいうのは、へーって物語を聞いてるように聞いてますんで、僕は別に大丈夫ですけどね。壮絶な離婚問題ってありました？ありますよ。離婚はの壮絶って言ったらやっぱり DV、 幼児虐待、多いですね。むちゃくちゃ表には出ないけどね、でもそれって早く離れたいじゃないですか、やっぱり。そうね、相談する相手とは。そうね、すぐ解決しようと思ったらできるもんですか？できないですね。できない、時間がかかる。というか DV する男の人って割とこう奥さんを所有物のように思ってる人が多くて、だからこう乱暴暴力を振るったっていうことを分かってても、なんかあまり悪いっていう認識はそもそもなくて、だからなんか、なんでそれで俺がお前を離さなあかんねんみたいな、すごい粘着質なんですよ。だからもう離そうと思ってもなかなかそんな簡単には離れない。時間かけて裁判やって判決取るしか方法はないですね。1年2年かかること多いですね。離婚問題で多いのって女性と男性どっちが相談来るケースが多いですか？圧倒的に女性が多いですね、やっぱり。あのね、で恐ろしいのはね、女の人がね、離婚の相談でうち来るじゃないですか、でまあ来たからといってすぐ僕が裁判をじゃあ引き受けましょうかっていうことは少なくて。そうなんですか？そうそう、相談だけ聞いて、いやそれはまたちょっと離婚するには早いかなって言って帰ってもらうことが圧倒的に多いんですけど、そうして僕のとこに奥さんが離婚の相談に来てるっていうことを、そのほとんどの旦那は知らないですよ。これがすごいですよね。それでまた元通り戻っていくパターンもあるし。そうそう、もうほとんど戻ってきますよ。つまり奥さんが我慢してるんですよね。まあおそらく旦那さんも我慢してるのかも分からない。我慢できるように山岸さんが多分説得してあげてるというかね。まあというかそれも結局、まあそうですね、離婚って綺麗事じゃないからね。まあ旦那に悪いことがあって離婚したいのはもちろんだけど、お子さんがいてたりとか、まあ例えば子供の学費は旦那さんのカバーがないとできないとか、奥さんはずっと専業主婦で今から仕事したい言ったってなかなか仕事見つからないとか、現実問題があるわけなんで、ね、なかなか一概にも離婚したらいいですよなんてことはよう言わんのでね。だからそういうのでこういうデメリットとかありますよって話してこう帰ってもらうことがすごく多いですね。それでもどうしても離婚したいときに、得する離婚の方法とかってあるんですか？これ山岸さんやったらいけそうみたいな。得って何やろ、得って何、お金？お金もちろん大事じゃないですか、離れて一人になったときに。そうね、本当そうですよ。まあ綺麗事じゃなくね、やっぱり女の人が離婚して自立して暮らしていくっていうのは今の日本ではまだまだなかなか難しいことやからね、そしたらそのお金取るっていう一言だけ聞いたらやらしく聞こえるかも分からへんけど、全然そのね、やっぱりちゃんとしてなあかんことだと思いますよ。めちゃくちゃ取りたい。怖いですね女性。いや世の女性ってみんなこうですよ。あ、そうです、そうでしょ、
そうなんですよ、うん、女性ってみんなこうなんですよ。だからね、僕ほんまに女性が怖いんですよ。あのいろんな怖い女性見てきてますね。見てますよ。あの、なんていうかな、こう楽しくお酒飲んでる時には見えないような本性をずっと見てますからね。一番怖い部分。怖い、本当に怖い僕は。ほんで、得するお金、はい、あ、これ一つだけ言うときましょう、はい、いいですか。あの、離婚する女性がやっぱお金に関してすごい固執するのは、はい、慰謝料なんですよ、うん、あの旦那から先生慰謝料取ってくださいって言われるんですよ、うん、だけどね、はい、慰謝料はね、今の日本ではもうほとんど一律300万なんですよ、どんな事件でも。めちゃくちゃ相手が悪くても、うん、めちゃめちゃ悪くて300万なんですよ。浮気しても、あ、浮気しても300でよう取れたはずですね。あ、じゃあめっちゃ相手がお金持ちやった場合は、慰謝料は相手のお金には関わらないんで、ダメですね。だからで一回最高裁で統計を取ったら、大体日本の裁判所で判決出た慰謝料の額はほとんど200万から300万の間に集中してるらしい。だからつまり一律なんですよ。だから僕がアドバイスしたいのは、はい、あの慰謝料にこだわったらあかん。たかだか、たかだか言ったら失礼やけど、はい、200万300万のために1年2年裁判やるのは元は取れん。それよりは財産分与です。財産分与なんか僕やらしいですセールストークみたいになってないです。でもそこめっちゃ聞きたい。財産分与がないですね。財産分与はね、揉めないんですよ、不思議。うん、例えばね、はい、預貯金が300万ある、はい、な2分の1ルールでお互い折半して150万ずつ分けようか、うん、これは全然揉めへんのですよ。みんな、あ、あんな分けなあかんねって。え、どんなに相手が悪くても折半なんですか。あの、財産分与と慰謝料は全く関係ないんで、うん、責任があろうがなかろうがほとんどは2分の1ですね、うん、そしたらね、はい、まあ、例えば600万の預貯金があると、はい、な半分ずつ消化で300万ずつでしょ、うん、つまり慰謝料と同じ額なんですけど、はい、この慰謝料の300万は嫁がもう絶対取ってくれってなって、うん、夫の方はいやもう絶対払いたくないってなんねんけど、はい、預貯金の600万の300万ずつはああ、あの分けようかってスルッと行くから、絶対財産分与やった方があの期間も早ければお金も取れる。なるほど、うん、で最近すごく多いのは、はい、退職金ですね。退職金、退職金も財産分与の対象なんですよ。これが世の中知らん人多いんですけど、うん、これピーって入れたらできるんですか。入れないといけないことを今から、はい、最近あの離婚の調停をやったんですけど、はい、相手が、銀行員なんですよ。めっちゃ大きいお金が動きそうな匂いがする、ね、で45歳ぐらいですよ。まだ、まあ、言うても若いですよね、はい、働き盛りですよね。そうそう、で離婚すると、はい、僕奥さんの方で、うん、でそのもちろんあんな大きい会社だから退職金もきっちり出るわけですよ、はい、定年退職は確か65歳ぐらいなんですよ。うん、で、あのその時の退職金の、まあ、今取れる、今辞めたらいくらかっていうことで計算して、はい、まあ、その半分をこっちにくださいという請求をするんですよ、うん、だ、まあ大体それがね1000万から2000万の間やったんですね。まあ、半分に割ってもまあ500万から1000万ぐらいの間です、はい。でこれがあのほとんどの世の中の人があんまり知らないですよね、退職金取れるって。全然知らなかったです。でその時もその旦那に、はい、あの退職金払ってって言ったら、俺45歳でまだ辞めんの20年先やのになんで今払わなあかんねんって言われて。払えないんじゃないですか。そう、でも判例は払えって言ってるんですね、うん、きっちり払わしましたけどね。うっそ、すごい。はいはいはい。でそれって本当に、うん、まあ今のパターンはお金があるって分かってるので払わせられたけれども、うん、はい、今現状払えない人ってどうなるんですか。別れたあと20年先にあげないといけない、うんうん、確かに。あの、その時は判例って実はあの一律に例えば今現金で払えってなってなくて、はい、まあ、ケースバイケースなんで、うん、その実際20年後に退職した時にもらえた金額から何分の何を払いなさいっていう判決が出る時もあります。あ、なるほど。今回のケースはあの預貯金がたくさんあったんで、で預貯金でちょっとパーセンテージ計算してその先ここから払ってっていうことで、だからだんだん実際、まあ、退職した時は、うん、満額でその退職金は自分が取れるっていう感じですね。へえ、はい、お金の話聞かせてください。特別高そう。全然そんなことないんですか。うわ、そんなことない言ってしまうと寿司屋みたいなイメージあるでしょ。なんかね、時価ですね。時価完全にだから分かれへんから8% と 16% で弁護士の費用は300万以下だと 24% ぐらいかかるって感じですね。へぇ、うん、山弁 TV! 山弁のその人
そのものに意義ありのコーナーでございます。前に私のラジオ番組に来てくれましたバネックス IS さんでございます。バネックス IS の伊藤さんです。どうもこんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。画像認識処理技術を使って外観検査装置を作っております。分かれへんでしょ全然。これ速いですねスピードが。いきますね。はい、検査結果開始。あ、やっぱり傷あるわ。つまりそれはこのまま再生したら停止したりするよっていうプログラミングをここにしてるわけですね、はい、そうですね。ちょっといろんなパターンを勉強してみたい。次は、志賀マサルの世界名選手。誰や志賀マサル。知らないですか。知ってん。何でも知ってるな。いや僕も知らない。何腹立つわ。さあじゃあ志賀マサル名選手お願いします。はい、あ、これはだいぶ細かい気づいてますね。これはだいぶいってますよ。深くはないけどね。あーここね、こういう傷あるわ。あるある、ありがち、はい、ありがちな傷です。さあお願いします。じゃん、押しますね。押してください。検査開始。お、打痕っていう新しい表示が出ましたよ。はい、なさ打痕っていう。打痕ですわ。何ダコンって知ってますよね。ダコン何でしたっけ。ダコン何でした。えダコンって何でしたっけ。ダコン、だ傷のこう深い、うん、で丸いっぽいやつ。あ、ここはボケへんや。今結構エフリでしたよ。今ボケるとこでしたよ今。あ、そうなんや。真面目やな。兄弟真面目やな。いやいやいや、あ、うん、ダコンいうのは、はい、打った跡みたいな。あ、そうですね。コンっていうのは傷跡の跡みたいな。あ、そうそうそうです。はぁ、はぁ、打った傷っていうその細くて深い線じゃなくてこう、はい、打ったなんか跡があるよっていう、はい、これもなんか飛んだりするんですか。そうですね、これ結構深いんで結構飛びやすい。あ、そうですか、なるほど。新しいパターン出てきましたね。はい、もう一個、もう一個やってみましょう。はい、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 次はリンダリンダリンダ。これは、あ、これはだいぶ気づいてますね。あ、これはだいぶいってますよ、傷。映ってるかな。これは、行ったら怒られるやつですわ。はい、じゃあ、機械がどう判断するか、お願いします。はい、じゃん、開始。これは OK なんですよ。 OK や、これは OK なんです。すごい、すごいですね。はい、ちょっと、もう一回置いてください、下に、はい、つまり、これも細かい傷、だいぶ入ってるけど、これは機械の判断データによるとおどとびするほどの傷ではないということですね。そうですね。はあ、はあ、これがすごい。初めて今日この機械がすごいと思いました。はい、すごいですね。これは、はい、でもだから普通例えばバイトちゃんがやっただけでは、はい、分からんようなもう機械が見抜いてくれるということです。そうですね。そしたらさっきおっしゃったみたいな、はい、店員さんが慌ててお客さんのところに替えの DVD 持ってる人もなくなるわけです。そうです。人件費が削減できますね。そうですね。なるほど。御社に他にもいろいろ機械があるみたいなんですけど、はい、これは全てそういった画像の認識によって、はい、物が、傷がいったりしてないかどうか不良品を判定するような機械を作る会社だということですか。そうですね、はい、それが冒頭おっしゃった内容をする会社なんですね。画像認識処理技術を使って外観検査装置を作っております、はい、あ、もうやっと分かりました。これで分かりました。やっぱ物を見て分かりますね。素晴らしい。ようやくして言うと物作りをしている人の物の検査をする機械を作ってるわけですね。そうですね、そうですね、はい、外観から検査して、はい、へえ。いや、でもその頭脳一つでプログラミングしてるわけですね。そうですね、はい。で、これをその企画段階から、はい、立案して、はい、設計してデザインして製品を作るところまで全部ここでやってるんですか。そうです。すごいですね。天才ですね。いやいや、みんなで頑張ってやっております。血液型何型ですか。O 型です。O 型なんや。俺 AB 型や思ってた。そうですか。いや別に今のは何の言うかないんですけど。ありがとうございます。どうですか、何かこうご覧になってる方にね、はい、こんなことをアピールしたいんだよってことあります。製造業の方、何か作っておられる方、お困り、検査でお困りであればぜひお声掛けください。営業でございます。
はい、何かものづくりをされてる製造業の方が、はいはい、できるだけ人件費を浮かしたりとか、はい、これが検査できひんねやとか、うん、あ、なるほど、それちょっとした相談からなるわけですね。そうです、そうですね。それを伊藤さんの頭脳で形にする、はい、素晴らしい。皆さんよくわかりましたね。これからもこちらのコーナーではですね、私が疑問に思ったこと現場まで出向いて全て究明していきたいと思いますので、もし究明してほしい人は僕に言ってみてください。今日のバネックスアイエスさんですが、いろいろ私弁護士として調査した結果、異議なしでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。私と今西さんはですね、まあ、あのご飯友達といいますかですね、よく噛んでいただいたよね。味してきます。噛んでいただいたよね。